よろしくお願いいたします。事前課題のある中、私たちのワークショップに興味を持っていただきまして大変ありがとうございます。兵庫県立尼崎総合医療センター臨床研究推進ユニットの辻本博と申します。どうかよろしくお願いいたします。事前課題といたしまして、診断制度研究の枠組みといったところをお話しさせていただきます。その前に一つ復習ですが、系統的レビューとメタアナリシスの違いについてです。系統的レビューというのは、たくさんの一次研究を系統的に集めてきてレビューすることを示すのに対しまして、メタアナリシスは系統的に集めるか集めないかにかかわらず、リサーチ結論に一致する一次研究をアウトカムに関して集めて統合すると、そういった手法についての言葉でした。で、今回診断制度研究のメタアナリシスや系統的レビューについて勉強していくワークショップなのですが、個別の診断制度研究について少しだけ勉強していきたいと思います。事前学習その2の目標ですが、診断制度研究の枠組みについて説明できるようになってもらうこと、感度・得意度・ AUC について説明できるようになってもらうこと、また診断制度研究の論文を読んで 2×2 表というのが書けるようになってもらうこと、また診断制度研究の認証疑問の構造化が説明できるようになってもらうことを目標にしています。皆さんなら患者さんに検査をするときにどんなようなことを考えますか？検査がどれだけ正しく病気と病気なしを分類するかを研究するにあたって大事な5つのことというのを挙げたいと思います。1つ目は検査の対象者、2つ目は検査自体の性質、3つ目は何と比較するか、4つ目は病気の定義です。最後に正しくの尺度をどのようなものを用いるかといったことが大事になってきます。こういった5つのことを記述することで検査の臨床疑問を構造化することができます。ピコ T といったものがあります。こういった検査の臨床疑問の構造化をするやり方はいくつかあるのですが、今回はピコ T というようなものを使っていこうと思います。 P は対象患者、ペーシェントです。どのような検査をすでに受けて、どのようなプレゼンテーションでいらっしゃる患者さんなんだろうか、そういったものを記述します。そして I はインデックステスト、見たい検査のことです。その検査の目的は今ある検査の代替を目指しているのか、また今ある検査に加えてさらに診断精度を良くするためのアドオンの検査なのか、またさらに精査を進めるかどうか決めるためのトリアージの検査なんだろうか、そういったことを意識して記述します。そして C に関してはコンパレーター、これはない場合があります。見たい検査と比較する検査を記述します。 C 診断精度の指標アウトカムに関しても記述する必要があります。そして大事なのは見たい病気を定義するターゲットコンディション、こういったものをどのように定義するのか、そういったことを記述します。これら5つのことを記述することで検査の臨床疑問を構造化することができます。臨床疑問の構造化と聞きまして有名なものがあります。皆さんピコやペコといったものをご存知でしょうか。これの診断精度の研究のバージョンがピコ T です。今回のワークショップではこちらの構造化を使っていこうと思います。課題論文で例を挙げてみましょう。課題の論文ではプライマリケア外来で病歴や症状、身体所見をすでに調べられて心不全疑いで紹介された患者、そういったものが対象となっていました。 I インデックステストに関しては BNP によるトリアージを目標としています。 C コンパレーター、他の種類の BNP が挙げられていました。
NT プロ、BNP などがです。アウトカムに関しては、C 統計量といったものが用いられています。これは後ほど説明しますが、ROC の曲線化面積を示しています。AUC というふうにも言います。ROC 曲線化面積のことです。ターゲットコンディション、これは専門家の心不全の診断をと決められていました。これ 2×2 表の話に移りたいと思います。2×2 表とは皆さんご存知でしょうか。診断制度研究において 2×2 表というふうに言いますと、病気あるなしと検査の陽性陰性を文字通り2つ 2×2 の表にしまして、検査陽性病気ありのものを真陽性というふうに呼びます。そして病気があるのにもかかわらず検査が陰性のものを偽陰性というふうに言います。そして病気がないのにもかかわらず陽性に検査が陽性に出てしまったもの、これを偽陽性というふうに呼んでいます。また病気がなく検査も陰性だったもの、これを真陰性というふうに呼んでいます。それでは感度や特異度といったものはこの表でどのような形で記述できるでしょうか。感度とは病気ありの集団の中の検査陽性だったものをの割合を見ています。この A や C、ABCD を用いて表しますと、A たす C 分の A を示していました。特異度とは何だったでしょうか。逆に病気なしの集団の中の検査が陰性のものの割合を見ていました。式で言うと B たす D 分の D でした。ROC 曲線、エリアアンダーザカーブといったものは何だったでしょうか。これはまず ROC 曲線ですが、事前課題にもありましたように、検査陰性陽性を分けるカットオフ値をそれぞれたくさん変えていったときに、どのような感度や特異度になるかといったものをプロットしたものを ROC 曲線というふうに言います。これの曲線化面積というのをエリアアンダーザカーブというふうに言います。 AUC ですね。そしてこの AUC の面積を C 統計量とも呼びました。そしてここでこの ROC 曲線の縦軸は感度、横軸は特異度でした。特異度は逆向きになっているのが注意です。1引く特異度というふうにしているものもあります。事前課題前半の目標、診断制度研究の枠組みについて皆さん説明できるようになっていただきましたでしょうか。感度、特異度、エリアアンダーザカーブについて説明できるようになっていただきましたでしょうか。診断制度の研究の論文を読んで 2×2 表が書けますでしょうか。また診断制度研究の臨床疑問の構造化が説明できますでしょうか。参考文献です。